三世紀の危機、三世紀の危機、三世紀の危機とは、三世紀に、ローマ帝国を襲った大規模な動乱、及びその期間のこと。この時期の内外を問わぬ様々な要因により、帝国は、存亡の危機に立たされた。セウェルス朝の終焉から、軍人皇帝時代、そしてディオクレティアヌス帝の即位までのおよそ50年間、235年から284年、 この時代には無数の皇帝が乱立して、帝国の権威が失墜し、ゲルマン民族やサーサーアン、アサ、ペルシアなどの異民族による国境侵犯も頻発し、国土は分裂、または失われるなど、ローマ世界は未曾有の混乱に揺さぶられ続けた。2世紀のネルーアイコールアントニノス長によって、ローマ帝国は、 最盛期を迎え、いわゆる、五憲帝時代、空前の繁栄を謳歌した。しかしその後期より、国力の弱体化が始まり、最後の皇帝、コンモドスの悪性により王朝は崩壊。短期間の内乱を経て、セウェルス朝が誕生することとなる。235年に、セウェルス朝が、軍のクーデターによって崩壊すると、帝国は、後生、 軍人皇帝時代と呼ばれる大混乱期に突入する。この時代には、軍の推挙を受けた無数の軍人皇帝が乱立し、後に、元老院の承認を受けた正式な皇帝だけでも21人、戦勝も含めれば、実に40人を超える皇帝が即位した。こうした事態を招いた原因としては、皇帝の選出について、明確なルールが存在しなかったことによるところが、大きい。 もともとローマでは、共和制の時代より、国家元首が、軍隊の最高司令官を兼ねる性をとっていた。しかし、共和制時代の執政官は限られた任期が、定められていたものの訂正における皇帝は、終身であり、たとえ軍司令官として、無能を晒しても、容易に更迭するわけにはいかず、具帝を排除するには暗殺、反乱、クーデターなどといった、 強行手段に訴える以外に方法がなかった。さらに、セウェルス長が成立当初から軍事政権的な性格が強かったこと、移民族の侵入が激しさを増していたことも重なり、これらの理由から軍が皇帝の選出に力を持つこととなり、従来皇帝を選出していた元老院は軍が衰退した皇帝を後から追認するしかなくなった。軍事力を背景にすれば、 実力で皇帝になれることから元老院の認可のない戦勝皇帝も群がるように現れ各地で権力争いの小り合いが頻発して天意は安定せずわずか1年すら政権を維持できない短命の皇帝も多く出た乱立によって皇帝の権威には大きく傷がつきあげ二260年にウアレリアヌス・ミカドガエデス社の戦いでペルシアの捕虜となるに及んで いよいよ地に落ちることとなる。平成以前より北方のゲルマン民族の存在は国土防衛における大きな難題であった。しかし2世紀後半からの人口の増大、気候の寒冷化による居住環境の悪化、食料の欠乏などの要因により国境を進が激増し、3世紀に入るとかつてないほどの大規模な侵入が始まることとなる。なだれを打つような ゲルマン人の侵入は、ガリアイリリクムダキアトラキアなどといった、北方国境のほぼ全域にって起こり、その防衛戦はあまりにも長大な範囲に及ぶため、最強の名を欲しいままにしたサシモのローマ軍団でも、到底対応ができず、国境線を破った蛮族が、帝国各地を荒らし回った。ローマ側も手をこまねいて見ていたわけではなく、たびたび皇帝も前線に立ったもののあまりに膨大な、 数の敵に苦戦し、251年のアブリックスの戦いでは、コート族の罠にかかったデキウスミカドと同皇帝のヘレンニウスエトルスクスミカドが共に戦死するという屈辱的な敗北を喫した。さらに九段のエデッサの戦いで皇帝がペルシアの捕虜となると、国境審判は一層激しさを増し、防衛の要であったリメスを捨てることまで余儀なくされた。 コート族やアラマンニ族は一時はアルプスを越えて北部イタリアにまで迫りまた国会経由で海に出た。コート族は小アジアやギリシア都市も襲撃し従来蛮族の侵入とは無縁と思われていたこれらの都市も甚大な被害を被った。しかし押される一方だったローマ軍も主戦力をゲルマン風に騎兵に改めるなど軍の構造改革を推し進め268年 または269年のナイススの戦いの対象を機に戦勝を続けて、軍事的優位を取り戻し、以後は、ゲルマン人の侵入もひとまずは、体調傾向となる。さらにサーサーアン・アサ・ペルシアの存在も無視できなかった。北方におけるゲルマン民族と同様、東方のパルティアも、国境をたびたび脅かす頭痛のためであったが、新たにサーサーアン・アサを起こした。 アルダシール一世は224年にパルティアを滅ぼすと、かつてのアケメネス朝の復興を標榜して、小アジアからのローマ人の退去を求めて、高層の橋を開くこととなる。アルダシールは241年に要去るものの、息子のシャープール一世がその後を継ぐとペルシアは、再び後世に乗り出した。ローマ側も皇帝がしばしばメソポタミア地方に申請して、 これを迎え撃つものかんばしい戦果は得られず、244年のミシケの戦いでは、ゴルディアの住み角が戦死し、期日の通り260年のエデッサの戦いでは、皇帝自身が捕虜になるなど、失態も呈した。253年にローマとペルシアの間の一種の干渉地帯であったアルメニアをその敗下に収めると、ペルシア軍はローマの東方国境を脅かし始める。 大将の連続に勢いを得たシャープールは本格的にローマ領への進撃を図るものの、しかし261年にパルミラを中心とした東方族州一帯を治める総督、セプティミウス・オダエナトゥスの軍勢に対敗す。この戦勝により、ペルシアの侵攻は一発をしとどめられることになるものの、このことは口実するパルミラ地方の分離独立の契機となった。 260年のエデッサの戦いの無残な敗北は、帝国の弱体化を満天下に知らしめることとなった。皇帝が補修となる前代未聞の方はたちまち帝国中を駆け巡り、後世、30人神帝と呼ばれる無数の戦勝皇帝を乱立させた。皇帝の乱立は内部対立にとどまらず、国土の分裂をももたらした。260年には、 西方の属州総督だったポストムスが皇帝号を占勝し、ガリアに事実上の独立国家、ガリア帝国が成立した。また、東方においても、ペルシアの信仰を食い止めた属州総督のオダイナトゥスが死に、夫人であるゼノビアが267年に、息子のウワバンラトゥスを擁立して、帝位を占勝させ、パルミラ王国が誕生した。これにより、ローマ世界は、 本来のローマ帝国とガリア帝国とパルミラ王国に散分されたことになる。この分裂状態は274年にアウレリアヌス、ミカドが再統一に成功するまで続いた。アウレリアヌスは常実のゲルマン民族との戦いでも多大な先行を挙げた有能な皇帝であり、ついには帝国の再統一も成し遂げ、これらの功績により元老院からレスタトゥータ・オービス、 世界の修復者の称号を得た。その一方で、アウレリアヌスは、国防を合理化するためにドナウガーイ北に行って防衛が、困難なダキア族衆を捨てることを決断し、271年の放棄を最後として、ダキアが、再び帝国領に復帰することはなかった。また首都防衛強化のために、ユリウスカイサルの時代に防衛上不必要として、取り払われたローマ市を取り囲む城壁の再建を、 構想し、アウレリアヌス城壁の建設を支持した。高い軍事的能力で帝国の再建に大いに貢献したアウレリアヌスであったが、再統一の翌年の275年に暗殺されてしまい、混乱の収集はかなわなかった。284年に、このエブ隊長官を務めていたディオクレティアヌスが、軍の衰退を受け皇帝に即位したことで、帝国の混乱は、 一応の収束を迎える。帝位につくや、ディオクレティアヌスは、卓抜した政治力を振るって、帝国の体制改革に乗り出した。ディオクレティアヌスは、帝権を強化するために、ローマ皇帝を、オリエントのような先制君主に変え、帝国の生態を、それまでのプリンキパトゥス制、厳守制から、ドミナートゥス制、先制君制へと改変させた。初代アウグストゥス以来、ローマ皇帝は、 実質的には大きな権力を有しながらも、名目的にはあくまで共和制を遵守する市民の代表者として振る舞ってきたが、以後は名目的にも実質的にも帝国の君主として君臨することとなる。また、ディオクレティアヌスは帝国の広大な領土を分割して統治することを考え、まず伏線のマクシミアヌスを共同皇帝に即位させて、領土を東西に二分して、 政方を統治させ、さらに東西それぞれの皇帝のもとに副帝を一名ずつ、末、二人の政帝、アウグストゥスと二人の副帝、カエサルの、経営四人の皇帝による分割統治体制を確立させた。複数の皇帝による統治体制は、帝国のどの地域で溺死する返事に対しても迅速な対応を可能にし、混乱の収束に大いに寄与した。この体制は、テトラルキア、 四分統治制と呼ばれて305年のディオクレティアヌス大王も存続し、324年にコンスタンティノス一世が単独の皇帝として即位するまで続くこととなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。